教員資格認定試験とは、文部科学省、または文部科学省が移植する大学が実施する教員資格の認定試験のことである。合格者には試験の種類に応じた教諭の普通免許状が授与される。教育職員免許法の第16条の2に定めがあり、授与申請も16条2の規定に沿って各都道府県に行う形となる。 教員資格認定試験の制度は、教職課程を修了していなくても、教員としての資質、能力を有する者に、教員免許を与える機会を開くためのもので、広く一般社会に人材を求め、教員の確保を図ることが目的となっている。現在、教員資格認定試験規定には、が定められている。ただし、2004年度以降の高等学校教員に、 ついての認定試験は、文部科学省により、当分の間行わないとされているため現在のところ、幼稚園教員資格認定試験、小学校教員資格認定試験、特別支援学校教員資格認定試験の3、学校種における試験が行われている。出題レベルは、教員採用試験などに比べると高めに、設定されており、特に教科に関する科目ではより専門的に深く、 出題されている。認定試験の合格者は試験の実施期間より授与される合格証書をもとに、居住地の都道府県の教育委員会に申請を行うことで普通免許状が授与される。なお、教員免許更新制の導入に伴い、認定試験に合格後10年を経過してから免許状の申請を行う場合については、教員免許更新制と同様の講習を 終了しなければ免許状が授与されないことになった。免許状取得後は、教職課程の修了者と同様に、教員採用試験を受験できることはもちろん、常勤、非常勤講師として採用されることも可能である。また、認定試験に合格する前であっても、免許状の取得見込みの条件で、採用試験の受験が可能となっている教育委員会もある。 幼稚園教員資格認定試験とは、幼稚園、教諭に資免許状の授与を受けるための資質を、審査するための認定試験のことである。規制改革推進参加年計画を踏まえ、幼稚園と保育所の連携を一層促進する、観点から保育士として3年以上の実務を有する、経験者が幼稚園教諭免許状を取得する、方策として実施されている試験である。 2005年から新設された試験である。平成26年度からの実施内容平成17から25年度の実施内容小学校教員資格認定試験とは、小学校教諭二種免許状の授要を受けるための資質を審査するための認定試験のことである。中央教育審議会初等中東教育文化会、教員養成部会第58回の会議資料として、 小学校教員資格認定試験の見直しについてにおいて当分の間休止とすることとされ活発な議論が行われた。令和元年度からの実施内容平成26から30年度までの実施内容平成25年度までの実施内容特別支援学校教員資格認定試験とは特別支援学校自立活動教諭一種免許上。 特別支援学校自立活動教諭一種免許状、特別支援学校自立活動教諭一種免許状、または特別支援学校自立活動教諭一種免許状の授与を受けるための資質を審査するための認定試験のことである。なお、試験の実施種目により各年実施されているものもある。2006年特別支援学校制度の創設によって、 それまでの特殊教育教員という資格名称は特別支援学校教員と改められた。平成26年度からの実施内容平成25年度までの実施内容看護、情報、福祉、柔道、剣道、情報技術、建築、インテリア、デザイン、情報処理、計算実務の免許について試験が行われていた。教科、科目によっては学年実施のものもあった。 現在は特別免許上の活用という名目で試験は実施されていない。名目上は平成16年度以降の高等学校教員資格認定試験については当分の間行いませんとの休止の表現を使っているが制度の廃止には法令改正が必要となるための措置で事実上の廃止とも見られている。しかし高等学校教員資格認定試験制度の 代替となる特別免許上の制度は、不透明な推薦制度や、効力が特定地域に限定されるなど制限も多く、ほとんどの県で実施されていない。普通免許を与えるための、高等学校教員資格認定試験制度と異なり、代替できる根拠に乏しいのが実情である。令和元年度試験までは次の条件を満たす場合に、科目ごとに、試験の全部、または一部が免除された。 令和2年度より、教員免許保持者に対する科目免除は廃止。また実技試験も廃止。試験科目の一部免除を申請する者は、教員の普通免許状の授与証明書、または普通免許状の写し、卒業証明書、または卒業証書の写し、単位習得証明書、実務に関する証明書等の免除自由に該当することを証明する、書類を、 必ず添付する必要がある。なお、上記の各項目に該当するものであっても、試験科目等の一部免除書類を提出しない場合は、いかなる理由があっても、免除扱いが受けられないことに注意する必要がある。教職課程を受けていない人に文句を広げている、教員資格認定試験だが、受験者の中には教育学部系の学生など、本来の趣旨を逸脱した受験者も、多数いる。 また、平成15年度まで実施されていた高等学校教員資格認定試験では、実施強化に関連した分野の民間企業などに従事する社会人も多数受験したが、合格率は5%前後の低いものであった。幼稚園教員資格認定試験は、養法一元化を受けてできた制度である。そのため、受験には、保育士として3年以上の従事期間を必要とする。 そういった条件もあり、現職の保育士の受験生も数多い。短大卒業以上の学歴があれば、一般教養試験を免除となるが、これまでの試験では、一般教養試験を受験した受験生の合格率は、他の認定試験に比べて、極端に低い。認定試験で幼稚園、小学校の免許状を取得した場合、現職教員であれば、その後の勤務経験により、 免許法別表3にて一種への移行が可能である。また、教員経験が少ない、またはない者が、免許法別表1に基づいて幼稚園、または小学校の免許状を変更する場合、施行規則第10条6の第1項が適用され、二種に必要な単位を習得済みとみなされる。そのため一種の法定単位と二種の法定単位の差分のみが、 法定上最低限必要な単位数となる。小学校一種の場合は、教職に関する科目の第4欄が8単位不足するため、それを充当すればよい。教員資格認定試験によって、小学校教諭二種免許を取得する場合、原則として、介護等の体験は免除されるが、特別支援学校教諭一種免許、または小学校教諭二種免許を取得してから、 新規に中学校教諭の免許状を教育職員免許法第5条の規定に基づいて取得する場合は原則として介護等の体験が必要である。また、この教員資格認定試験によって特別支援学校教諭一試免許を受けた者が教育職員免許法第5条に基づいて小学校または中学校の教員免許状を取得する場合、 特別支援学校教諭の免許状を受けているとしても、介護等の体験が免除されないことがある。このほか、教員資格認定試験で小学校教員免許を取得したもので、大学の科目通り修によって、小学校教員免許状を2種から1種に変更する場合、教育職員免許法第5条の規定が適用されるので、原則として介護等の体験が必要である。 小学校教員資格認定試験第二次試験について文部科学省は10月11日付で2019年度小学校教員資格認定試験実施要領の定めにかかわらず受験予定者全員を受験免除し合格の扱いとする旨発表していたが同月15日3次試験の前に別の方法で評価することを検討中と改めて発表した 同月24日、代替として、対象者295人にリポートと検定試験を、カスト発表。リポートは11月5日、決心有効で締め切り、指導案作成などをさせる三次試験を、並行して行い、代替試験と三次試験両方を通過した人を、最終合格とする。教員資格認定試験の受験案内より、教員資格認定試験制度の概要文部、 科学省教員資格認定試験について文部、科学省教員資格認定試験の経緯、小学校教員資格認定試験の見直しについて、文部科学省かつては2級だった。特別免許上の授与件数は、年間最小例件最大38件。厳密には、別表第一の基礎資格である学士の学位内視は、短期外学士の学位を有する状態を指す。AB 用語共有 または、栄養教育を除く ?2019 年度、小学校教員資格認定試験実施要領の取扱いについて、文部科学省。 https://www.nits.go.jp:/meenkyo:/shiken:/files:/notisk20191024-001004 pdf2019 年10月25日閲覧台風19号で中止の代替二次リポートと検定試験小学校教員の資格認定 産経ニュース https コロンスラッシュスラッシュ www.sankei。Www. com。スラッシュライフスラッシュアンプスラッシュ一九一零二四スラッシュ lif。一九一零二四零零。二四ダッシュウェイ。html。二零一九年十月二十五日閲覧。ありがとうございます。